2番目、半負けの本家のハンマー。本家のハンマー岩先生です。で、私の本家のおじいさんがね、ちょっと閣僚をやってて、定年で村長をやってて、で、その時に自分の庭に競馬場をね、広い土地持ってたもんですから、何十万坪の土地持ってたもんですからね。新潟県西蒲原の弥彦村にね。大鳥はね、私の方で建てて、ね、観光記念物ありますでしょ。あれは私の方で建てたやつなんですよ。で、庭にね、競馬場を持ってたんで、それでね、政府の方にね、運営というか、新潟の方の政府の運営ということで、その後、じいさんが亡くなるわけですね。で、私が命になって、で、手間かかると馬ということで、競輪場にしたんです。私の方にね、情報が入ってきてね。まあいいだろうということで。で、弥彦競輪場の、まあ現在最高創設者ですね。弥彦競輪場で、新潟県西蒲原郡弥彦村の、競輪場の最高創設者、創業者ですね。じいさんの時は競馬場だったわけですね。ということなんですね。で、これ役所から私に来たんですね。手間かかるからということでね。で、大体、まあ、親族みたいな感じで、テレパシーって、面倒くさいこと、会議もテレパシーでやります。以心伝心でね。時間かかるんで、世界中簡単にテレパシーだとね、信用でやってると、会議とかね、原始的な会議とかね、こうやってテレビにね、 YouTube でもね、話さなくてもいいでしょ。で、まあ分かりやすくプラスにね、こういうふうに僕のホームページなんか、楽天のホームページも十何万人ぐらいアクセスあるんで、そういうので情報を伝えたりとかね。あと、特集サイトでは月に10万人アクセスがあるんで、情報ね、1ヶ月に10万人ですよ、があるんで、YouTube は全然アクセスないけどね、妨害でね、妨害というか、ちゃんとお金払えばいいんだけど、2億円ぐらいでいいんだよね。貴重な情報を入れてるんで。で、そんなのでね、情報を伝えてまして。で、海外の方の動きもね、私がテレパシーでやってまして、大体テレパシーでね、もう早いですからね。で、間に通したテレパシーでは、間に人が通したら向こうにさせてます。テレパシーの場合は直接ね、私からじゃないとダメですよということをしてます。というのは、昔はね、よく人がね、間に立ってね、情報を伝えたんですよ、気持ちとかね。で、テレパシーの場合は必要ないでしょ。直接ね、世界に伝え、どこでもね、宇宙だろうと、宇宙生物だろうと、テレパシーは直であると。間にテレパシー、私のテレパシーを聞いて、それでまたテレパシーで人間がね、動かすとか、生物が動かすということは禁止してます。これは無効にしてます。ね。著作権じゃないけど、勝手に意向で動くんですよね。そういう必要はないわけですね。あと、そういうことですね。YouTube のこうテレビ見たらもうチョークですね。やっぱ相手に代行で言ったっていうのは、やっぱ、無効にしたいですね。というのはね、少し都合よく勝手に動くんですよね。
だから私が言った直接のことじゃないと、ね、言ったことにならないよと言ってるんですけど、まあ、テレパシーの場合はもう直相手に私が言ったことで人から聞いてっていうのはダメだというね、変えられてたら悪用したりしますから。テレパシーで伝えるときは、私の場合は直で聞いたものじゃないと許可しませんよですね。あと、まあ他も結構ありますけどね、文章で書いてることでね、引用したりしてもね、多いとダメですね、やっぱ。都合を合わせられますからね。で、会社の会議とか、大きい会社の会社、私作ってて名誉会長だけども、自分でお金は自分で世界から取れる強さがあるわけですね。実際上はね、人間全員の給料、稼ぐ量を起こしてるんですね、私一人で。だから、人間って低能力で、道具を使う、武器を使う、単なる今日は肉食生物なんですね。盗みが仕事なんですよ。だからそういう関係と私と違うんで、生物体がね。もともと私は人間から生まれてますけどね。だから、そういう関係で、まあ、あんまり原始的なね、ことでは動かないということね。テレパシーがあまり通じないときは、テレビとか文章でね、直接伝えればいいということでね。で、信用がないとテレパシーとか、心電図とか伝わらないから、ね。で、あと、悪い人とかそういうのは聞かないで、勝手に聞いたりとか、ね。で、わかんなければ、それわかんないでいいんですけど、例えば、強さがあるわけですね。なんかの時にテレパシーで情報でね。